国際物理オリンピックとは、高校生を対象とする物理学の理論問題と実験問題のコンテストである。物理学のコンテストは1916年にハンガリーで行われたものが最初であると言われている。1967年にポーランドで第一回国際物理学オリンピックが開催された。国際物理学オリンピックには、各国5人の選手が出場できる。 IP 著には理論の部と実験の部があり、理論の部は5時間で問題を3問解くようになっている。問題はヨーロッパ第一課ほどレベルの物理の範囲から出題され、日本の高校生が奇襲でない分野には特殊相対性理論などが含まれる。試験ではプログラム機能のない電卓を使用することができる。実験の部ではあらかじめ決められた採点基準に沿って採点が行われる。 最高スコア者は金の授与に加え特別に表彰される。また参加者全員に参加を証明する、証明書が付与される。最初は東欧諸国のみの参加だったが、1973年以降、東欧圏以外の国々も参加するようになった。日本は2006年のシンガポールで行われた大会から参加している。代表選考日本では、 全国物理コンテスト物理チャレンジにおいて代表選手を選考している。日本の成績公式には全体順位を公表しないことになっているものの、非公式には算出されている。日本人金メダリスト日本チームキャプテン、ありがとうございます。